どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さいと言っても、今日はちょっと大きめのコンサートサイズのウクレレを使ってやろうと思うんですけど、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は山下達郎さんの新しい曲、レシピです。今人気のドラマ、グランメゾン東京キムタクドラマの主題歌になっているようでございます。こちらの曲をこの、コンサートウクレレでガズレレに簡単バージョンでやってみます。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン。続きましてはかっこいいリズム、これはシンコペーションの応酬でちょっとね難しいんだけど、この独特の山下達郎さんっぽくなるおしゃれな感じでできるかっこいいバージョン、2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも頭の中流れて聴く、今歌いたい曲、カラオケ行って歌ったり CD 聴いたりするのもいいんですけど、この楽器でですね、自分の演奏で自分で歌う弾き語り、これ弾き語りっていうのが本当に楽しいんで、ぜひ皆さんにも体験してほしいと思うんですけれども、楽器は無理だろうな、私はやりたいけどね、音楽の才能ないんですという方多いんですけど、ウクレレだったらねすぐできるんですよ。弦も4本しかないしね、とにかく簡単、あとちっちゃくてね、これ大きいコンサートサイズでさ、他のギターとかに比べたらもうはるかにちっちゃいですから、ピアノに比べたらもう本当持ち運びできるって、まあそういうことでございまして、ぜひ始めてもらいたいんです。ウクレレ簡単なんだけど、始めたらわかります、奥も深いんですよ。だからすっごくここね本当いいですよ、豊かな日常が手に入りますから。はい、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところに行ってもらって、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになります。こちら YouTube ですので、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間にすぐできるというのが良くてですね、しかも無料ですから気軽に始めましょう。じゃあリンクあります、初心者レッスンはここに行ってください、クリック、いってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためてありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうすでに1000曲以上アップロードされております。最新 J-POP、 定番の J-POP、 昭和の夏メロ、演歌、歌謡曲、洋楽、ハワイアンソングがもちろんたっぷりあります。アニメソング、映画の曲もたっぷり、そんなことさっきのリンク先のところから曲検索できるようになってたりとか、ジャンルボックスの中からいろいろこう選べるようになってますね。今度は音楽聴くのから音楽やるに変えましょう。それでは早速行ってみようと思います。山下達郎さんのレシピ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1, 2, 1。君のため選んだ幸せのレシピを始めよう。今夜もキャンドルを灯して安らぎのスープに今日の日を溶かして、もっと味わいたい幸せのレシピで、イエーイ。せーの、山下達郎さんのレシピ、ガズレレでシンプル簡単バージョンやってみました。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでございます。2番やりたい方、2番をちょっと省略してるんで2番やってください。コード進行一緒で歌詞を変えればできますから。で、自分でね、ノートに書いて、オリジナル楽譜を作り上げてください。あと、テロップと一緒になんとか一緒にできたという方、その方も自分で書いて、自分だけでそれを見て演奏するのをお勧めします。その時の参考になるようにガズのノートをこう見ていただこうと思います。すごいシンプルですよ、この曲は。なんですけど、ちょっと見て、ここになんか書いてありますね。これね、
矢印のマークなんです。矢印のマーク。これはシンコペーションのリズムだよということでガズレレでは言ってる、ガズレレ独自の表記なんですけど、これ後で、解説しますからね。今とりあえずこれ4つ引きでやったんですけど、まあ、このシンコペーションを抜きにすればもう猛烈にシンプルなんですけど、やっぱ歌い方とか、歌のね、歌詞のね、乗せ方とかもうほんと山下達郎さんならではという感じで、ほんとですね、こんなシンプルなのにもう山下達郎さん色が濃厚でございます。濃厚スープでございます。レシピだけに。はい。一時停止してメモっていってください。一時停止。はい。ここに B メロがワンフレーズ差し込まれるという感じですけど、流れはね、いや、ほとんど一緒ですよね。はい、一時停止で。ここら辺にちょっとね、仕掛けがありますね。はい。この辺から。はい。で、ここまた A メロちょっと戻って。はい。テロップもね、参考にしてくださいね。一時停止で。で、ここサビの押しをやって終わったということです。2番やりたい方はここサビここまでやってまた2番のエベラが始まるということでちょっとオリジナルで考えてみてください。で最後は伸ばして、ここで幸せのレシピでで終わったというのがガズレレ流バージョンでございます。ここもねいろいろタタタとかいろいろ書いてあるんですけど、ここの下に囲ってなんか書いてあるやつは後半のかっこいいバージョンでご紹介していきますので、今のは上の、上に書いてあるコードを4つ引きでシンプルにやったということでございました。はい、出てくるコードをご紹介しましょう。ここに書いておきました。 C と Am と F と G7 と D7 と Em7 ということで、これはねコード6個なんですよ。6個ですよコード。なんかもっとものすごい難しそうな響きに聞こえるんですけどね、さすがはこれがもう、はい、その世界観。やっぱね、歌と歌詞とメロディーラインとコードのね、この素晴らしい融合。で、このコード6個なんですけど、この書いてあるコードはですね、一応ガズレレではすっごい勢いね、入門コードということになっております。この、それを、ドン!これ!ガズレレ必須コードって私は言ってるんですけど、ガズレレ必須コードっていうのは一体何かというとですね、コードっていうのはね、こうやって、こういうコードっていうんですよ。これね、なんか音が変わるでしょ?これをね、鳴らした上で歌ったりメロディーが乗るんですけど、このコードっていうのはでも星の数はあるんですよ。うわ、どうしようと思って困るじゃないですか。でも皆さん、ウクレレで音楽始めようと思ってる皆さんにとっては、このウクレレにとって、ものすごい便利で役立って助けてくれるコードのグループがあるんですよ。もうそのコードを知っていたら、ほぼ8割、9割、どんな音楽でもできるんじゃないかという夢のようなコードのグループをガズレレ必須コードと命名しております。10個ぐらいあります。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本のコードもたくさんあってですね、まあなかなか簡単なんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいります。そこで私がめっちゃわかりやすい、動画を作ってコードをみんなに覚えてもらえるようなもう超シンプルで楽しい動画を作ってるんです。ここに動画貼っときますんで、ここで覚えてください。ここは10個ありますけど、今日はその中の6個でできますということで、一応だから入門者でもできるというふうに、私は豪語しておりますけれども、はい、コードを弾けたとしても、で歌がね、まあ、タイミングとかこのメロディーとか難しいんですけど、ひとまずはコードはそういうわけで簡単になっております。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に早速入っていこうと思います。かっこいいバージョンはですね、コード進行は全く一緒で、やっぱりリズムなんですけど、リズムの基本はドン8ビートのチャというリズムでいこうと思います。こんなリズムです。ドンチャドンチャとなんですけど、今日は先ほども言ったんですけど、矢印マーク、このマークが出てくる、シンコペーションというリズムの応酬でございます。まず、A メロの、一番最初の歌い出しのところを今テロップで出しますけど、矢印がバーッと入ってるでしょ。これどんな風か。ワン、ツー、スリー、ポッパーンってこうリズムが前にスコーンと食い込んでくるから矢印を入れてるんですよ。これガズレレオリジナルの表記ですからね。シンコペーションというのはリズムが前にスコーンと食い込むということを覚えておいてください。ちょっと A メロの最初やってみます。ワン、ツー、君のため選んだ幸せのレシピをと、こんな感じで前にスコンスコンとちょっと食い込んでくるんですよね。さっきのでやると君のためドゥンドゥンだったでしょ。今度は君のためもう言葉とリンクしてる。この辺のこの前に食い込んでるのシンコペーションということ。これですね、この曲ほぼ全面にこのシンコペーション入ってきます。そこはちょっとね、難しいっちゃ難しいですけど、慣れちゃえばもうパターンですので、はい、もう一回ちょっと A メロの出だしやってみようか。ワン、ツー、ワン、ツー、せーの、君のため、選んだ幸せのレシピを始めよう。こんな感じで進んでいきます。このシンコペーションマークのこの練習、シンコペーションの練習には今日は持ってこいの曲だと思います。皆さんちょっとそこを意識しておいてください。で、いろいろ決まり事っていうか決めがね、あるんですけど、ここが結構印象的で、ここに、タタタとか、ここら辺も、タタタ、タタタって書いてある。ここのサビの幸せのこの幸とこの言葉に合わさった決めが入るんです。ちょっとそこをやってみましょう。こんな感じです。いきますよ。幸せの、レシピで幸
わかる？し、しやわ、しやわで F になる。しやまでは Am。 しやわ、しやわせのレシ、Em7 で、しやわせのレキで、しやわ、ダダダ、しやわ、Am、Am、F。ここがちょっとね、慣れるのは結構シンコペーションと決め。ここがちょっと難しいかもしれない。ちょっとね、サビに行く前の A メロの一番最後の、形も残らない君と幸せのレシピで、幸せを分かった幸せのレシピで愛をもっと。ここちょっと難しいですね。この幸せ Am がアップな幸せなんですよね。ちょっとゆっくりやってみようか。もう一回、幸せのレシピで幸せをなろうよ、幸せのねね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 ね。はい、ここのタタタタタタの3つ目のタのところで F になる。ここちょっと読み解いていただいて、なんとかここをなんとなくこう分かっていただくと結構気持ちよく、はい、ここが一番難しいところでございます。シンコペーションと決めのこう波状攻撃みたいなところです。ここはなんとかこう読み解いてください。その今と同じような決めが B メロの最後のところの、また A メロに戻るところにもちょっと一瞬出てくるんです。ここちょっと見てもらいたいんですけど、ここを行って、ここね F で最後タタって止まるんですよね。それで止まってから G7 でタタタやってからまた戻ってきた A メロに行く。ここちょっとやってみようかな。 B メロからいくか。寂しさを浴びてトマトイを煮込めば、次ね、僕と君の思いやがて一つに香り出す憂鬱な、ここわかった？一つに香り出す、出すでダダって止まる。一つに香り出す憂鬱な、憂鬱な、はい、ここもダダダダって感じでこう前に食い込んでくる決めとシンコペーションです。はあ、ここがちょっとねあるんですけど、このダダダダダダダみたいなところ以外はシンプルって、まあシンコペーションですけど、なのでコードは簡単だけどリズムがちょっとね、もうやっぱり独特のこうシンコペーションと決めがこう入ってくるあたりが、まあ難しいというか、ここがかっこいいんですけどね。なんとかこう掴み取って皆さんちょっと、チャレンジしてやってみてください。あと歌詞の内容はここをね、愛を料理に例える。素晴らしいですね。そんなのもこうほっこり気分でできるようになるのがまたいいと思うんで、楽しんでやってみましょう。それではガズレ流かっこいいバージョンのレシピ、やってみる !1、2、1。君のため選んだ幸せのレシピ、
ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。シンコペーションとキメ、最後のキメの応酬とかもうなんか結構ね、あの脳トレ要素が相当強いんですけど、でもあの聞いてる人の印象はそうガチャガチャなんかいや頑張ってるなっていう感じじゃないのがもちろん良くて、リラックスしてこうもう10時間煮込まれたスープみたいな感じの演奏がいいわけですから、やっぱりね、やっぱそれはちょっとね練習は必要かもしれませんけど、そういうイメージを持っておくのがいいと思います。こうゆったりしてるんですよ、やっぱりこれは。やっぱ料理っていうのはこうせこせこ作るよりこう心持ちも大事でしょうか。そんな感じでやりたいというレシピ、やってみました、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございます。さあガズレルですけど、2020年どんどんいきます。ですね、まず第一の発表が、ありますが、ガズレシピ、今日レシピというね曲名ですけど、まさになんていうこうシンクロしてるなと思ったんですけど、あのガズレル初のアプリのリリースが決定しております。そのアプリの名前ガズレシピなんですよ。笑っちゃったっていうか、もうびっくりしましたけどね。ガズレシピ、なんでガズレシピってかというと、私はね、ガズレレ的なね、ウクレレの音楽の楽しさって家庭料理みたいなのがいいなと思ってて、家庭料理をやるように音楽をやる、つまり家庭音楽って言葉をよく言ってるんですよね。だから家庭料理といえばレシピということでガズレシピというふうにしてるんですけど、楽譜をね、そのアプリの中で見れるというサイトです。年明け早々に公開になると思いますので、一応ちょっと今日お知らせしておきます。はい、その通りお知らせと、今日このウクレレ使ったんですけど、このガズのわがままウクレレというウクレレでございまして、はい、いい音でした。これがもう本当大ヒット中でしてですね、今予約販売したらすぐなくなっちゃう、予約販売すぐなくなっちゃうという状況で、今現在ですと予約注文できると思われるんで、もしご興味ある方ここをちょっとリンク行ってみてください。このウクレレのホームページになっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。あと2020年これからイベントごととか、新しいことどんどん発表していくんですけど、まずこのガズレレ .com このホームページをぜひともご覧になっていただきたいです。ここにリンク貼っておきますんでよろしくお願いします。あとガズレレではですね、本をねたくさん出してるんです。楽譜の本、この本はリットミュージック社というところで出てて、2冊このシリーズが出てるんですけど、もう4万部に迫る勢いでものすごい大ヒットでございます。なんでヒットしてるか、簡単で分かりやすくて楽しいからでございます。はい、ありがとうございます。皆さんもご活用ください。それでは楽しく音楽やりましょう。今日は見てくれてありがとうございました。よろしくお願いします。